やっほ、つむぎだよ。今日もアルバイトで疲れたな。明日はアシの誕生日なのにね。でもしょうがないよね。アーシのうち貧乏だから、つむぎがお金入れないと妹やお母さんたちがお腹空かせちゃうもんね。あ、ロボット屋さんだ。 CM でよく見るロボットがいっぱい並んでるよ。学校の同級生でも自分だけのロボットを持ってる子が結構いるんだ。みんなキラキラしてる。いいな、かっこいいし、かわいいな。アーシもロボット欲しいな。ウィーン、ガチャ。あ、動いた。かわいいご主人様、いらっしゃいませ。あ、すごい、人間みたいに喋る。最近のアンドロイドはやっぱりいいな、欲しいな。ウィーン、ウィーン、ご主人様、私を気に入ってくださったのですか。嬉しいですわ。ポッ。うん、すごい可愛いし、頭良さそうだし、すごい気に入ったよ。いやん、恥ずかしいですわ。それではお買い上げということで。あ、ちょっと待って、ごめんなさい。はい。アーシ、あんまりお金ないんだ。ちなみに参考までに聞くけど、あなたっておいくらなの？フィー、ギュルギュル、私、九州空マーク2は在庫品一掃セールの対象商品となっており、税込み価格で59,000円となっております。あ、とても手が出ないよ、ごめんね、ソラちゃん。そうですか、お店との交渉で多少はサービスできると思いますが。うん、ごめんね、多少ってレベルだと買えないの。いえ、貧乏だからさ、ははは。そうですか、ご主人様、残念ですが、またの機会によろしくお願いいたします。うん、またね、バイバイ、ソラちゃん。はい、お立ち寄りいただきありがとうございました。テクテク。ああ、惜しかったな、あんな可愛いロボットがいてくれたら、ゴロッチンや新地の中もパッと明るくなるんだろうな。でもしょうがないや、諦めなきゃ。早く帰ってご飯作ろう。昨日買ったもやしと卵がまだ残ってたよね。次のお給料日までまた切り詰めないとな。妹ちゃんも本当はいいお肉とかお腹いっぱい食べたいんだろうけど、食べ盛りだもんね。それなのにいつもご飯のお代わりもさせてあげられなくて、かわいそうだな。ごめんね、妹ちゃん。お姉ちゃん、高校卒業したらすぐ就職して、いっぱい働くからね。大学だって妹ちゃんには行かせてあげるからね。だからもう少しの間、我慢ね。そうして足は少しだけ落ち込みながら、それでもちゃんと前を見て家に帰ったのでした。次の日の朝。神様、ご主人様。むにゃむにゃ、眠いよ。ご主人様、朝ですよ、起きる時間ですよ。むにゃむにゃ、誰だよ。もうまだ目覚まし鳴ってないよ。目覚ましは私が消しました。さあ起きてください、つむぎご主人様。む、むん、あ、あなた誰？おはようございます。ご主人様、九州空マーク2です。ソラちゃん、昨日ロボット屋さんで売ってたアンドロイドじゃない。私のメモリーはご購入後の初回起動時にリセットされましたので、昨日のことは分かりませんが、私は今日からご主人様の召使いでございます。そんな、アーシ買ってないよ、お金ないもん。つむぎご主人様ではなく、妹様がご購入くださったようですね。妹、ちょっと待ってて。バタバタバタ。妹ちゃん、ちょっといい？ねえ、お姉ちゃん大事な話があるんだけど。え？怒ってないよ、ごめん、急にやってきて怖かったよね。え、なになに？喜んでもらえると思ったのに怒られそうで怖いって。大丈夫大丈夫、お姉ちゃん怒んないよ。ただちゃんと確認しないといけないことがあるんだよ。うん、うん、泣かないでね。わかったよ。うん、また後にしようね。疲
少し落ち着いてから話してくれればいいからね。ほら、もうお姉ちゃん出ていくからね。少し落ち着いたら朝ごはんを食べにおいで。大事な話はまた後でいいから。それじゃあね。はあ。ウィーン、ガシン、ご主人様、大丈夫ですか？疲れているように見えますよ。大丈夫だよ。はあ、この子には何の罪もないもんね。はい、どうされましたか？うん、何でもないよ。あなたは足の部屋でゆっくりしててよ。そういうわけにはいきません。私は召使いですから、お仕事をお申し付けください。いや、こっちもそういうわけにはいかないんだよ。多分あなたは返品しなきゃいけないから。せっかく新しいご主人様に出会えたのに、私返されちゃうんですか？うんだって。そんな、悲しいです。シクシクシク。あ、ごめんね、泣かないで。私が型番遅れで、安物で、万年売れ残りの不人気騎士だからですか？いや、アーシ、ロボットのことはよく知らないけど。今朝初めて紬ご主人様にお会いして、わあ、なんて可愛くて素敵な女の子だろう。こんな素敵なご主人様にお仕えできて、そら、とってもハッピー、キュンキュンって思ってたのに、シクシクシク。初日で返品だなんてひどいです、鬼ご主人様。そっか、ごめんね、ソラちゃん。ソラちゃんは全然悪くないからね。アーシも昨日、初めてあなたを見てから、すっごい素敵な子だなって思ってたよ。あ、嬉しいです、ご主人様、大好き。待って、抱きつかないで。ご主人様、やっぱり私のことが嫌いなんですか？うん、そんなことないよ。アーシもソラちゃんのことが大好きだよ。キャッ、嬉しい、ご主人様に好きって言われちゃった。ポッ。でも多分あなたはちゃんと買われたものではないから。あの子がそんなお金持ってるはずないから。何か言いましたか、ご主人様？うん、何でもないよ、ソラちゃん。そうしたら、ソラは朝ごはんでも作りますね。ご主人様、ダメですか？私、やっぱり返品ですか？それともリサイクルゴミにでも出されちゃうんですか？うるうる、泣いちゃう。いや、泣かないで。うん、わかったよ。とりあえず今すぐに返品したりはしないから。キャッ、嬉しい、ご主人様は優しいご主人様ですね。これはきっと運命の出会いですわ。一生お世話させてくださいね、ご主人様。はあ、こうして家にソラちゃんっていうアンドロイドのいる生活が始まったのでした。そしてアーシ、カスカベツムギの18歳の誕生日は生涯忘れられない大切な日になったのでした。続く、多分